絶対今日は負けちゃダメだった。自分にとってもこれからの未来がかかってる試合だと思ってた。自分がデビューした直後、フットシングルで戦ってたのはハート平井。一つ先輩だけど年齢もほぼほぼ一緒。こんなんで負けてちゃダメだ。 1.3 も試合がある。それで絶対会を返す。くそ、来年の俺はもっと怖くなるんだ。今日の結果も当然の勝ち。俺は優勝狙ってんだ。ああ、後楽園の北村で負けた。そんなの関係ねえんだよ。ただ一つ、海野に言っといてやる。俺とお前はな、年は同じだけど、ここが違うんだよ。ここが名古屋ったか。この試合、いや次の試合で誰が優勝するか決まるんだろう。楽しみに待ってるぞ。決勝戦してもいいんだぞ。俺はその思いで終わってねえと思ってんだ。見とけ。